レジェンド、光と闇の伝説は、1985年制作のアメリカ映画。北欧神話を題材としたファンタスティックアドベンチャーである。王子の世界。美しい2頭のユニコーンに見せられ、決して触れてはならぬその角に触ってしまった王女、リリー。1頭のユニコーンが倒れたことで、世界は呪いをかけられ、彼女もまた闇の魔王の手に落ちてしまう。 森の若者ジャックはリリーの救出に乗り出す。エイリアン、ブレードライナーで高い評価を受け、注目を浴びたリドリー・スコット監督によるファンタジー作品。監督自ら手掛けた舞台美術と一級の特殊メイクで作り上げられたクリーチャーたち。若手俳優として人気急上昇中だったトム・クルーズや本作がデビュー作となった宮ラの起用など、 ハリウッド映画としての話題性は高かった。しかし映画そのものは単調で盛り上がりに欠ける、ストーリー展開と演出が目立ち、低い評価と工業的失敗に終わる。本作の失敗により、リドリー・スコットはしばらく雇われ監督のみとなった、ことでも知られる。劇場公開時には2種類のバージョンがあり、一つは、当初の予定通りに、 ジェリー・ゴールド・スミスによる格調高い音楽が付けられた国際版。そしてもう一つは、タンジェリン・ドリームによるロック音楽が付けられたアメリカ公開版である。後者は若者向けにアピールした方が良いと、当時のユニバーサル会長だったシドニー・シャインバーグの直言を受け入れたもので、何も知らされずに音楽を差し替えられたゴールド・スミスは、これに激怒。 エイリアンでも、リドリー・スコットによって勝手に曲を差し替えられた経緯もあり、以後ゴールドスミスは、スコットと組まなくなる。後に、スコットが、業界紙、バラエティ一面を買い取って、ゴールドスミスに謝罪広告を出すまでに至ったが、ゴールドスミスは、なんで許さなくてはならないのだと反論広告を出し、決裂したままとなる。この事件は、映像面でのセンスには、 定評があるものの、音楽面でのトラブルが絶えないリドリー・スコットらしいものと言える。もともと劇場公開前のオリジナルフィルムは、約140分という長編だったが、制作サイドの思惑で大幅にカットされ、国際版では94分に、アメリカ公開版では89分に再編集された。なお、 本作はあとに1十4分のディレクターズカット版としてアメリカで DVD リリースされている。上記の通り不具な経緯のある本作だが、一方でロブ・ボーティンの特殊メイクによるクリーチャーの評価は高く、ティム・カリーが演じた闇のオーロード・オブ・ダークネスは、ベイ・ヤフー・ムービーの偉大な映画のクリーチャー2十二も選ばれ、現在でも関連商品がリリースされるなど人気が高い。 ありがとうございます。